はい、どうも池袋アダム副店長のチョメピーです。今回はですね、他の制作の皆さんにですね、ちょっと、ブッキングとか、音楽的なことはまた別の事情で、依頼を受けまして、こうして集まることになりました。というのもですね、皆さんももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、この自粛期間中に、まあ、いわゆるコロナ太りをしてしまったということを、聞きましてですね、ちょっとまずはじゃあ現状の方を聞いていきたいと思います。じゃあ店長渡るさん、今体重とかは何キロぐらいですか？実はもう71になってしまいました。71なるほどですね。まあ、あの若い頃は60代、60前半、はい、61、62とかだったんですけど、はい、まあ、ここ何年かは60代後半、63、4ぐらいだったんですけど、はい、11月にタバコをやめて、そうですね、でそっから68、9ぐらいまで行って、はい、でコロナで72ぐらいまで行って、なるほど、一応1キロ頑張ったんですけど、はい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 、なるほどですね。60代からもう70の大台行ってしまった。はい、じゃあ続きまして、ブッキングマネージャー福ちゃん、はい、はい、年始から矢田さん聞いてください、2キロ痩せました、4キロ痩せましたってずっと破竹の勢いで、そうですね、言ってましたけども、はい、その年始がまず痩せる前何キロだったんですか？痩せる前は結構68とか68とか68とかそんぐらいでしたね。でちょっと痩せて何キロまでいったんですか？痩せてでもそこで67とか67 4キロ痩せたってあ、その時結構あの痩せたり太ったり繰り返したんで、で67まで行って今は何キロですか？今75.8まで行きました75.8まで突き進んでます。突き進んでますね。了解でございます。で、タクヤは、まあ、これは今56キロとかです。56、はい、自分は自分だけまだタバコも吸ってるんで、はい、コロナ太りは自分はしてないです。あ、なるほどですね、うん、というわけで主に、まあ、渡るさんと福ちゃんがちょっとコロナ太りしているので、ここで意を決してですね、ちょっとエクササイズをしていこうかということになりまして、お願いします。はい、というわけでですね、チョメピー直伝のですねエクササイズをちょっと今日は紹介したいと思いますので、皆様もぜひ、チェックしてみてください。それではよろしくお願いします。今回紹介するのはですね、HIIT、ヒットとかヒートと呼ばれているものでございまして、具体的に言うと、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、20秒動いて10秒休む、これを8回やるわけなんですけども、いろんなヒートがありますけども、まあ、僕がやってるやつをちょっと紹介したいと思います。じゃあ早速なんですけども、あのまだみんなにも教えてないんで、身を見まねで一旦ついてきていただければと思います。じゃあちょっとタイマーをかけるので、これに合わせてやっていきます。最初はバープーというのから始めたいと思います。まあちょっとやってきますね。飛びます。腕立て。はい、飛びます。腕立て。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 飛びます。はい、10秒休憩です。次は腕立て伏せです。胸を使う形でいきます。ワイドプッシュアップですね、はい、この体勢で思いっきり腕立てを20秒間、はい、いきます。がっつりやりましょう。次はそうです、スクワットにしましょうか。スクワット、いきます。できれば、まあ、手はどこでもいいんですけど、膝がかかとの前にならない、あまりいかないように、要は腰を結構深く、お尻を突き出す感じですね。はい、あ、いい感じですね、いい感じですね。はい、膝は10秒休憩して、最後はどうしようかな、バイシクルクランクにしましょう。こう飲んでいただいて、腹筋ですけど、こういうやつです。あ、なるほど。いきます。こうです。
オッケーです。はい、10秒休憩して。バーピー行きますよ、最初のやつ。3秒。はい、スタート。というわけですね。はい、まだまだいけます。できれば1分休んでもう1サイクルやりたいですけど、ちょっと難しいと思う、最初の方は。これがヒントで、例えばなんですけども、ご自宅でやられる方は、腕立てがきつくなったらそこは背筋にしてもいいですし、スクワットがちょっときついなとか、スクワットのところを背筋にしてもいいですし、そういうふうに、とにかく全身の脂肪が燃えるように筋肉をつけていく、筋肉を動かしていくっていう代謝を良くするサイクルですね。じゃあどうですか、お父さん。毎日やってた。毎日でした。一応非常に意志が弱いんで、毎日アダムに出勤したら、はい、このメンバーのうちで出勤したメンバーが必ず集合して、アダムのツイキャスで4分間のトレーニングを公開します。オッケーです、なるほど、よろしいか。はいはい、ちょっとそれを経て、はい、頑張っていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ロクちゃんどうですか。うまいです。なるほど。OK です、頑張ります。はい、じゃあ以上、こんな感じでアダム毎日やってて生まれ変わっていく模様です。それでは皆さんもぜひやってみてください。よろしくお願いします。